Hello, everybody. 今日は福島に来ています。相馬地域、もう津波がね起こってから13年。 Wow, that's a long time. で今日はね、みんな海外の方にもこの福島と津波のことや歴史のことを知ってもらいたいから、英語をたくさん入れますから、いい英語の勉強になりますよ。 Ready for that? All right, we're in the Fukushima Prefecture area. It's called a Soma area here. And this is where they had that tsunami, the big earthquake and tsunami about 13 years ago. Seems so long ago, but it was, seems so close if you think about it. And we're here to meet a man named Suzuki-san, opened the first surf shop in this area. First guy to surf after the tsunami too. So let's see, it's about here somewhere, and there it is, right there. Sun Marine Surf. This is the first surf shop. 新鮮のサーフショップ、Sun Marine の鈴木さんに会いに行きます。And it's time for Lazy Days. Here we go. Here it is. There, Sun Marine Surf. Let's...It says it's open, but 11 a.m. って書いてあるからまだかもしれないな。But let's see if he's here. Whoa, 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 whoa! Oh, Mr. Suzuki, this is George. Hello, how are you? Jeez, here he is, already up. Wow, look at all the stuff in here. 本当たくさん物置いてありますね。まあ、小物はなんとか。このワックスすごいなこれ。でもこれだとやっぱりみんな必要なものだけですねこれね。そうですね。こういうのって一番売れるもんって何なのサーフショップって。いや、やっぱりワックスとリッシュコートですね。リッシュコートね。リッシュコートだけど最近よくなるとあんまり切れなくなっちゃってさ。いや、でも忘れたとか。ああ、それが多いよね。そうかそうか。これこれ前からこういうたくさん飾ってたの、いろんなもん。いや、前の店の時にはもっともう洋服も3倍以上あったし、サーフボードもずらっと並んで、スノーボードなんかも扱ってたんで。 This surf shop only has two surfboards. 日本しかサーフボードないよね。やっぱりクラブの人たちや来る人たちはもうオーダーですね。オーダーですね。ウェットとウェットと板全部オーダーだもんね。そうです ね。板とウェットはあんま置いておかないで。でもこういう写真たくさんだ。これ全部ここら辺の波だよね。そうですね。これもみんな震災の後の写真です。震災の後。はい。おお。でもこれヘビーだねこれ。そうですね。いい波だったです。ここです。あの中でこんなになるんだね。そうですね。わあ、what a good place。Let's go in. この部屋は何？こっちはもうミーティングルームと、あとリペアルームですね。Oh, all right. We'll check out the meeting room, the repair room. ここだ。ここでリペアやるんだね。ここリペア。And this is the repair room. Yeah. でも周り波が強いところだから、リペアたくさん。リペア結構来ます。ねえ。自分でやるんですか？いや、もう自分で。He repairs his own boards here. Said in the summertime, you know, the waves are pretty powerful here, so a lot of dings and crushes, so you gotta repair them. これじゃあクラブルームじゃないですかね。ここ飲み会なんかやってるの。ここでサーフィンの教えた。Oh, he teaches surfing on this thing. Oh, あ、これ使って。こう。Wow, that's a practice board to teach you how to surf. Agnes Lam. Yeah. Yeah, look at Agnes Lam. One of the biggest stars over here for a while. Look. The man and his wife. So young.こういいね、このスペースあってね。なんかベッドじゃん。ストレッチ。ストレッチベッドなの？ストレッチベッド。あ、そういうことか。もうちょっとロマンチックなことだと思って、アグネスちゃんの写真だけど。
Well, we're going to interview Mr. Suzuki here from Submarine Surf Shop. Tell us all about the surf scene here. Suzuki さん、ここにカメラあって、あのこっちにもありますから、緊張してください。He's a veteran of the surf scene here, so let's find out when he started surfing. All right, here we go. サーフィンでいくつの時始めたんですか？は、20歳です。遅くない？いや、あの、そう、でも、あの、その当時サーフィンしてる人ってほとんどいなかったんで。いなかったから、誰か連れてくる人いなかったんだね。まあ、もう、あの、ほとんど先輩だったですね。ああ。Well, he started at 20, but there were no young people surfing then, just older people that took him out. ね、すごいね、その20歳からなんだ、みんなね。まあ、そうですね。車が必要だったからかな。まあ、それもありますね。Yeah, yeah, you need a car to get around this little county here. So I'm in front of the Submarine Surf Shop. You know, this is a new version of it. Let's see when he first started this shop. All right? 鈴木さんってこのショップって何年にオープンしたの最初？あの、もともとは右田浜に、うん、あの30の時だから30何年前にあのオープンして、で津波で流されて、でここに移転したのが、2012年ですね。最初ちょっと待って、最初オープンした時30歳の時なんですか？そうです、そうです。割とショップやるの遅かったんで、それまで何やってたの？それまではあのウェットスーツ会社ジグザグっていうところなんですけど、はいはい、そこで働いてたんです。あ、本当？25ぐらいの時から。自分で作ってたの？まあ、自分はあのこうカッティングとか、うん、あと型紙とか、うんうんうん、あとその後営業をやるようになったんですけど。スウェットスーツやってたんだ。それからショップ。な、でもなんでショップやろうと思ったの？まあ、営業やってたんで、お店でもウェットスーツの販売とかサーフボードの販売なんかもしてたんですけど、うん、あの当時クイックシルバーとかボディグローブなんかがこうちょっと人気になってて、うん、でそれをあの知り合いの方からあの回してもらって、それで販売したら飛ぶように売れて、あ、でこれは田舎でもあのなんとかなるなと思って独立したっていう。その時のサーフショップって海の前のとこですよね？そうです、そうです。まあ、あのサーフィン始めた時からもう海のそばに住みたいっていう夢があったもんですから、うんうん、30を朝帰にあのショップと自宅兼用で、あの海沿いの右田浜っていう場所に建てたわけです。自宅も？自宅もそうです。 その時に最初のサーファーっていうのは一緒に入ってた仲間だったの？あのクラブインみたいな感じでお店に来るお客さん。まあその当時はあのサーファーは福島県内にはそんなにいなかったんでまあサーフショップやるなんて言った時にみんなあのっていう感じだったんですけど、うん、でもあのウェットスーツの卸とか当時スノーボードなんかちょうど流行り始めて、でまあそのスノーボードの卸をやりながらサーフショップをやるっていう方向で。その時はまだサーフショップだけっていうのは難しかった？サーフショップだけだと自殺行為だったですね当時はあのサーフショップだけでは食っていけないと思ったんで、うん、あの当時ウィンドサーフィンなんかもブームだったんで、うん、ウィンドサーフィンとか、あとあのそのショップの川の河口が広い場所で、そこに B&G があって、で当時カヌーとかウィンドサーフィンなんかもこう盛んにやってたんです。カヌーもあその川だったらできるもんね。そうですね。ここでもスタンドアップはまだなかったよね。それはまだなかったです、ね、その頃は。あれがあったらすごいたくさんお客さん来たよ ね、 ウィンドサーフィンよりもむしろ、はい、ね、そっちの方がこれで、あのインベントリーいらないもんね。そうです ね、 ね、もうこんな長くサーフショップやって、そういう長く続けられた秘訣は何ですか？もう単純にサーフィンが大好きなんですね。He said the reason he's able to continue surf, doing the surf shop because he's a surf bum. サーフバムなんですよね。そうですね。やってもやってもうまくならないんで、もうハマってます。Yeah, he can continues, continues. でもサーフィンそういうもんだよね。そうですね。一回やったらサーファーじゃないですか。僕思うのよくあの。バスケの選手がもうバスケやんなくなったら元バスケット選手の誰も言わないけど、サーファーはもうやんなくてもあの人サーファーだよって言われるんだよね。
surfers forever. This is Fukushima. This is where they had the big tsunami and the earthquake, you know. So he was here. He experienced it all. So let's get his little take on it. All right, the tsunami, the earthquake, big, big news over here.あの津波の時にもこっちいたんですよね。そうですね。あのまあ当時右田浜っていう海のもう歩いて1分ぐらいのところに自宅兼お店あって、うん、それでそこであのまあ午前中サーフィンして海から上がってきてウェットスーツを干してであの店番してたんです。そしたら午後からあの地震が来て、うん、でもう家中あのガタガタになってであの外に出たらはあの屋根は崩れてるしうわこれはひどいなと思ってそれであの外にいる時に警報が鳴って、うん、あの7メーターの大津波が来るっていうあのアナウンスが流れたんです、うん、で通常だと津波っつっても1メートルぐらいの津波みたいな感じだったんですけど、うんうんうん、7メートルっていうのはちょっと聞いたことなかったんで、うん、これはちょっと一応あの避難した方がいいなと思ってで避難するのにも車あの別々にかみさんと自分たちがこう別々であの避難する場所を待ち合わせしてあの避難したっていう形その時も家もじゃんガタガタな倒れもうぐちゃぐちゃだったんですよでもうあの通帳とかそういうのも一切持ち出さないでとりあえずあの体だけっていう感じですぐに逃げたんですよでもその時に逃げる時にあの外をこう歩ってた人がいっぱいいたんですよ、うん、であの早く逃げた方がいいですよって声かけたんですけどいや大丈夫津波なんて来ないからって言ってた人たちがいっぱいいたんですよいたんですか、まさかあの大きいの来ると思ってなかった。まあ、あの前例がなかったんで、うん、この辺は津波は来ないっていうふうにやっぱりみんな信じてたんですけど、うん、あのでもとりあえず逃げておこうと思って。周り他の家もあったでしょ、あそこに。あそこあの同じ部落に75軒あったんです。全部もう全部一軒残らず75軒全部あの跡形もなくなくなったっていう。ああもう。あの更地になっちゃうけど、もう基礎しか残ってない状態です。70。なんかここら辺で運転してるとさ、あのまあドライブしてると、急に新しい家がボッてあって、その前をもう古い家があって、私そこまで津波来たっていうことだよね。そうですね。何キロぐらいこっち上がってきたの？ここまで4キロぐらいです。いや逃げてよかったですね。早く。いや逃げてよかったですね。Mr. Suzuki experienced that tsunami, you know, he explained about the earthquake and the tsunami that showed up, and he had to run away quick, that's why he's here. Man, it's a heavy story. 日本の津波があって逃げて、そういうなんか、その時にすぐ考えて逃げなくちゃいけないっていう気持ちがあったっていうことは良かったですよね。そうですね。そのおかげで今いるんでもね。Heavy. でも、ここで津波の後に、1年後にあげたの。そうですそうです。なんか津波があってまた海のことっていうことで何か言われなかった？いやもう家族からは反対されたし、まあサーフィンのショップの連盟っていうのはあって、うん、まあそれにも参加してたんですけど、もう各ショップのオーナーさん全員で反対して、でもう自粛しましょうっていう流れだったです。あ、そうなんだ。津波の後にさ、あのやっぱり海に入んなかった時期もあるでしょ、ここら辺って。そうですね。それでまた入っちゃったんでしょ。そうです。どのぐらい経ってから？まあ4ヶ月後ですね。その時は他にいなかったでしょ？いやもう誰もいないし海もあの瓦礫の山でもう車とか船なんかがそこら中に散らばってる状態で、うん、で海もなんか不気味な感じで、あの陸の方を見ると海の方にもなんか残骸がいっぱい散らばってんじゃないかと思って見たんですけど、まあ入ってみたら何にもなかったです。おお、そうなんだ、それから人どんどん少しずつ入ってきて、でもその時入った時も反対されたでしょ？もう家族からも大反対で。うん、
パルムからやめてくれっていう感じだったですよ。だけどあのいや俺がやんなかったらもう福島でサーフィンはもう終わっちゃうっていうふうに思ったんで、もう反対押し切って。You know, after they had the tsunami here, a lot of people were against people going back into the ocean. You know, sort of a local kind of feeling where you shouldn't be playing in the ocean. And he was the first surfer to go back in. 最初に入ったんですよね、海にね。そうですね。And also, first guy to reopen a surf shop here again after that. Took a lot of flack for it, but he still did it. これからもね、もう長くもっと。まだ若いからまだ。いやいや、まああと5年ぐらいはなんとか頑張ってやりたいなと思ってありがとう。75です。75。あの75歳の先輩がいっぱいいるんで。一応言っとかないとね。All right, we're here。鈴木さん、これ弟のお店なんですよね。そうですそうです。いつも食べてるんですか。いや、いつも食べないですけど、時々食べてます。じゃあちょっと。はい、食べに行きましょう。 I'm gonna go in and have some food here. The store is called Pasta. Well, we're here. もう食べましょうか。弟さんの料理をこれで試すんですよね。そうですね。good, good, good. まあそこそこ評判はいい。いやでも量が多いよね。そうですね。Look how large this is. Huh? See this? Well, I'm gonna get full on this one. あのこれでさ、あのサーフィンだけじゃなくていろんな歴史的なとこもたくさんあるでしょ。He's gonna take us around to see the tourist spots here too. A big history town. But first, let's eat.And here we are. It's the end of the first day, and we got more tomorrow. He's going to take us to historical places. 明日はいろんなとこ連れてくれるんですよ、この辺の歴史的な場所。そして、surfing. I'm going to go on. Wah, wah, wah. Surfing tomorrow. All right, you guys ready for me? So, lazy days, we're going surfing.